S 秒っていうのが時間が二乗されてるのに疑問を持つ人が多かった。でこれをちょっと解決する。はじめ。はい、今回は加速度の単位の秘密をちょっと教えるね。で、まあ、加速度の単位の秘密っていうか、この加速度の単位っていうのが m パー s の2乗って言って、 s 秒っていうのが時間が2乗されてるのに疑問を持つ人が多かったんな。でこれをちょっと解決する。でこれ自体は正直考えたらすぐ分かることやねんな。だからこの動画多分短くなんねんけど、そもそもまず加速度って何、加速って何なんて言ったら言葉で説明できると思うねんけど、一般的に加速って言われたら速度がどんどん速くなること、で逆に速度がどんどん遅くなることは減速って普通には言われるねんな。でも物理学、物理の世界ではその減速も加速も両方加速っていうね、加速度で表せねんけど、もし加速度がマイナスやったら、減速の意味をして言ってんねんな。 OK。 だから加速度っていうのは速度の変化を表してんねんな。速度が速くなったり速度が遅くなったりを表すのが加速度っていうやつやねん。じゃあ速度って何っていうのを考えてほしいねんけど、速度は距離割る時間っていうのがいけるやんな。で距離っていうのはメートル、時間っていうのは秒で、単位としては m パー s、 m マイ s みたいな感じで、表すねんな。でここでもう物理をこれからやる人は SI 単位系っていうのがあんねんな。でまあ国際単位系とか言われるねんけど、 SI っていうのはフランス語から来てるらしいから、別に普通に SI 単位って覚えてくれたらいいねんけど、これから距離とかはだいたいメートルを使うと思ってくれたらいいわ。で時間っていうのは秒を扱うと思ってくれたらいいわ。 OK。 でまあちなみに重さとかキログラムとかそういうのがあんねんな。OK。 でだから速さってきたらだいたい秒速で表されます。秒速何メートルかなって言って m パー s ってこんな風に書くねんな。でその速さがだんだんどんだけ変わるかなっていうのが加速度ってさっき言ったやろ。だから加速度っていうのは1秒間にどれだけその速度が変わったかっていうのを表すね。いける？1秒間にどれだけ、1秒間あたりにって言われたら1秒間で割るんやろ。だから速さ速度を秒で割るんですよ。いける？でここで単位だけ見てくれたら、速度の単位は m パー s、 それ割る s やねんな。ってことは割り算っていうことは s 分の1をかけるっていうこと。いける？だから m パー s の2乗になってんねん。わかった？OK。なら、まあこれが加速度の理由やねんけど、感覚的にはっていうか言葉で説明すると、速度が1秒間あたりにどんだけ変わるかなっていうやつやから、こんな単位になってます。ただそれだけです。まとめノートです。この動画が良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してない方してください。他にも数学とか、科学基礎もちょっとだけ上げてたりするし、英語も上げてるのでぜひ勉強に使ってください。バイバイ。